ロマーニャ地方を示したズロマーニャは、イタリアの地方名、ロマーニャ地方とも、現在のエミリア・ロマーニャ州の東側のアドリア海に面した部分となる。ラベンナ県、ホルリチェゼーナ県、ディミニ県などがこれにあたる。歴史的には、強行領の一地方である。ロマーニャという名称は、ラテン語のロマーニャに由来し、ローマ人が居住する土地に対する一般名で、最初に、 ラテン語文書に登場したのは5世紀だった。その後、東ローマ帝国に属する地方というより限定的な意味となり、その土地の市民たちは彼ら自身をローマ人またはロンバルディと呼ばれるようになった。近代イタリア王国建国以前はエミリア・ロマーニャ州を参照1860年の国家統一後、ロマーニャはサルデーニャ王国により併合された。 それまでのこの地域における危険で不安定な情勢を恐れたためである。20世紀初頭には、ロマーニャの自立がアリドスパイリッジ、ジュゼッペフスキーに、エミリオルーソ、エミリオルスウや、その他の人々により提唱され、エミシオロマーニャからロマーニャを分離させる運動が1980年代に起きた。ありがとうございます。